状況は改善してるのか否か、相変わらずわからない。コンビニ業界他に、ネタ切れは、感じるのだけど。だから?末端の支配力が弱まったわけじゃないのだ。単に利益、それは減っているだけ。それは単に。末端をより締め付ければそれで済む理解。末端がそれに、どれだけ抵抗できるか、ともかくマスコミは多分、彼らの味方では、ない。理屈は相変わらず説明で通りそうもなく、創作の領域はなんだか今も健能だ。話も作れない奴がなんでそんなところにいるんだよ。もう用はないだろ。出て行け。感情論だろうか。苛立ち。無能、そんな表現。娯楽だ、しかし、それを作る現場か。そこにいる人々はその倫理の衝突下で圧力、それを加速させる。今もなお、かぶせ、業界はそっちの方を優先する、実は犯罪性があり、略奪に近い方を。